二人とも待っていた。うわ、思ってたより人がいるな。あ、クレイにガイアまで。パイモンちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんだったんだ。久しぶりだね。ほう、お前らだったのか。参ったな。なんというか、お前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。ひひ、仲良しの友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか？あ、お前たちまさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてたわけじゃないよな。ずるいぞ！いきなり鹿狩りの配達員になりきるなんて！本当に久しぶりだ。パイモンと旅人は相変わらず仲がいいな。心配するな。秘密の話をしていたわけじゃない。むしろ、ちょうど君たちの話をしていたところだ。そうだな。この件の主役に話してもらおうか。うん、クレイが話すね。何日か前ね、クレイは反省室でドドコの物語を読んでたんだけど、そしたら窓の外から手紙が一通飛んできたの。手紙？手紙がどうやって飛ぶんだよ。小鳥みたいに羽をパタパタさせて飛んできたんだよ。おしゃべりもできたんだから。それでね、よくわからないお話をしてたの。よくわからない話？反省室がどうのこうのって話みたいにか？こら、ガイア。おっと、教育的指導は大事だぜ。うう、わかった。ちゃんと話すね。手紙はこう始まったの。クレイ、なんでまた反省室にいるの？って、ごめんなさい。それから、ママは最近忙しくて、なかなか遊びに連れて行ってあげられないけど、ママのお友達がね、クレイをぜひお家に招待したいんだって。
それが一応危険はないはずなんだが、少し遠い場所にあって。うん、ママのお友達のお家はスメールにあるの。もちろん騎士団はクレイを一人でスメールまで行かせられやしない。でもその友人を訪ねたいっていうクレイの意思もなかなか固くてな。絶対行くよ。そこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだ。もし頼りになる英雄が、それもモンドを救ったことがあるような英雄がついていってくれれば。なるほどな。それでオイラたちを呼んだってわけか。すまない。でもクレイは君と仲がいいし、一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えている。うんうん、いいぞ。この依頼受けてやろうぜ。英雄騎士のお姉ちゃん、いい？やったー。英雄騎士のお姉ちゃんがいてくれるんだったらどこへ行ったって怖くないよ。ほらな、応じてくれるって言っただろう。それじゃああとはみんな頼りになる旅人に任せて。ガイア、君も一緒に行ってきてくれ。この間から貯めていた書類はもうこっそり終わらせたんだろう。君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい。やれやれ、バレてたか。なら断る理由もなくなっちまったな。ガイアがいてくれるならトラブルにあっても安心だよな。でもスメールってまたまた遠いな。いっぱい歩かないと。大丈夫、ママの手紙には不思議な招待状もついてたの。大声で行きたい場所をみんなで一緒に叫んだら瞬く間にビューンって飛んでいけるって手紙には書いてあったよ。おお、そんなに便利な道具があるのか。でもチャンスは3回しかないから、むやみに使っちゃダメなんだよ。なんだよ、行き帰りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろう。そんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう。何しろ今は目的地もわからないんだ。向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる。一つ俺に考えがある。旅人、お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろう。その人のそばに飛ぶんだ。そしたら不思議な招待状の機能も試せるし、その人に案内してもらうことだってできる。確かに一理あるな。どうせ一回余ってるわけだしちょうどいいぜ。それで賢いパイモンは誰か思いつくか。ひひ、いそうだな。スメールに詳しくてガイドもできるやつってなるとレンジャーが良さそうだな。で、レンジャーが普段よくいる場所は？
りにも手伝ってもらえるかもだよな。よし、じゃあまずはガンダルバー村へ行こう。うん、クレイはどこへ行くのでも楽しいよ。それにクレイはガイアお兄ちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんたちを信じてる。それじゃあ代理団長、行ってくるぜ。風の導くままに、君たちの旅がうまくいくよう祈っている。それからクレイ、分かってるって。クレイ気をつけるかな。よし、出発だ。目指すわガンダルバー村。ガンダルバー村。ガンバルダー村。おい、今何村って。おい、変なところに転送されちゃうんじゃないかと思ってビビったぞ。イヒヒ、ごめんね。わざとじゃないよ。そりゃわかってるけど、でも不思議な招待状が本当に機能するなんてな。面白い。本当に一瞬でスメールに到着したのか。ここがママのお友達が住んでるところなんだね。大きなお花がたくさんある。それからぴょんぴょん跳ねるキノコも。スメールにはまだまだ不思議なものがたくさんあるぞ。例えば、そうそう、初めて見たときはオイラもびっくりしたぞ。クレイ、この跳ねるキノコはキノコンって言うんだ。見た目は可愛いが、不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞ。じゃあクレイも帽子をぶつけ返す。クレイは頭の帽子とは別にパーカーにも帽子がついてるからきっと勝てるよ。少なくとも爆弾よりは帽子の方がだいぶマシか。まあオイラたちは仲良しだからきっとクレイが爆弾を使わないように止められるよな。うん、爆弾で周りのものを爆発させないよう気をつける。できるだけ。本当か、いい子じゃないか。クレイも大人になったな。うん、クレイはお利口さんの火花騎士だもん。じゃあお利口さんの火花騎士さん、早速ディナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜ。
のことなら確かに他のレンジャーから聞いたことがある。そう、やっぱり私の推測は間違っていなかったみたいね。あれ？旅人パイモン、ガイアさんと、それにクレイまで。クレイのお姉ちゃん、久しぶり。クレイにエウルア、お前たちなんでここに？特にエウルアに聞きたいんだけど。遠出してきたらバカンス中の遊撃小隊隊長にばったり会うとは奇遇だな。どうしてみんなが来るの？今困った顔しなかったか？私に気を使ってそこまでしてくれる必要はないわ。勘違いしないで、気まずくなんか感じてないから。だったらいいんだけど。それならよかったぜ。はるばるスメールまで来たからにはきっと興味深い理由があるんだろう。早く俺たちにも教えてくれよ。ちょっと複雑な話になるけど、簡単に言うと私はいとこを探しているの。少し前彼は突然失踪してしまった。彼の家の調査結果から見るに、彼はローレンス家を再興する方法を探しにスメールまで来たらしいわ。はるばる別の国まで方法を探しに？まさかスメールで勉強でもするつもりなのか？それはないと思うわ。彼はもう基礎教育を受ける年をとうに過ぎているもの。もう一段階上の勉学となると、あくまで私の彼に対する印象だけど、その気はないと思うわ。彼は家族の名誉を何よりも大事に思っている。最高という考え方は間違ってるとは言えないけど、どこまでそれに執着しているのか、トラブルに発展しないかどうかまではわからない。どちらにせよ放っておけないわ。それが事実なんだったら、お前のそのいとこってローレンス家の大した行動派だよな。モンドからスメールまでの道のりって結構大変なんだぞ。その上私に身の安全まで心配させるなんて、いい度胸をしてるわ。ひひ、エウルアって優しいな。そうだよ、エウルアお姉ちゃんはこの前クレイにムーンパイをごちそうしてくれたの。彼は同じ一族のものだもの。とにかくどうにか見つけて身の安全を確保した上で連れて帰るわ。君たちはどうして急にここに現れたの？そうだったのか。困ったな。ティナリ師匠は最近パルディスディアイで講座をやってるんだ。でも
私でよければちょっとは手伝えるかも。この招待状にざっくり書いてある位置だと砂漠の…砂漠？あれ？ママのお友達って砂漠に住んでるの？じゃあ砂漠のおばちゃん？セノ様から聞いたことがあるんだけど、その砂漠のエリアでは妙な伝説が語り継がれてて、全ての願いを叶えてくれる秘境が存在するんだって。ああ、セノさんだったな。さん付けでいいって言われたんだった。慣れていかないと。全ての願いを叶えてくれる秘境。本当なのかよ。そんなところが実際に存在するのか。数年前の私だったら信じちゃってただろうけど、今はいろいろ経験したから、正直本当かどうかは怪しいと思ってるよ。なるほど。伝説が本当だとは限らないけど、彼はもしかするとそこへ運試しに行ったのかもしれないわね。君たちがそのエリアに行くなら私も一緒に行くわ。いとこの本棚にはスメールの砂漠に関する伝説がたくさん置いてあったの。その線から考えると彼もその秘境を目指した可能性が高いわ。私も一緒に行っていいかな。役に立てると思うんだ。スメールにいる限りはガイドが必要だろうし、私ならぴったりだと思うよ。レンジャーなら勇気を出して助けの手を差し伸べるべきだと思うんだ。コレイの能力なら安心できる。これでまたさらに強いチームになったな。クレイ隊長はどう思う？クレイもすっごくいいと思う。一人の喜びは小さなものだけど、みんなの喜びを集めれば大きなものになるって物語の本に書いてあったな。こんなにたくさんのお兄ちゃんやお姉ちゃんたちと一緒にいるクレイを見たら、ママのお友達もきっと喜んでくれると思う。その通りだな。それじゃあ早速不思議な招待状をもう一回使おう。実際にこの目で見るとすごいな。確かに壮観だな。どうした？具合でも悪いのか？いえ、ただちょっと慣れるのに時間がかかっただけ。ここの空気はモンドと比べて少し乾燥しているから。ここは人が住めるような環境には見えないわ。本当に秘境があるとしてもこの辺りには入り口も見当たらないようだけど。まさかさっき私が読み間違えちゃって、そのせいで。そんなことないよな。
違うよ、絶対コレイお姉ちゃんのせいなんかじゃない。1回目の時はクレイも読み間違えたけど、それでもちゃんとガンダルバー村に着いたもん。これまでの経験からすると目的地は間違ってないようだな。砂丘の下に入り口が埋もれたりしてないか？仕方ない、探してみるしかないわね。おかしいな、不思議な招待状に何か問題でも起こったか？あれ？そんな、まさかクレイが壊したんじゃないよね？でもクレイ何もしてないんだけどな。ドドコが証人になってくれるよ。きっとクレイのせいじゃないと思うよ。だってほら、この髪シワもついてないし。ん？栄誉騎士のお姉ちゃん、何かいい方法を思いついた？あ、おいらわかったぞ。ほう、なかなか面白い考え方だな。不思議な招待状もここにあることだし、招待状を出した秘境も必然的にこれと関係があるはずだ。ああ、クレイわかった。クレイ、とっておきの技があるよ。へえ、どんな技？私たちも覚えられるかしら。うん、ママが言ってたな。助けが必要な時はこうして大声で叫んでって。不思議な招待状さん、不思議な招待状さん、クレイは助けが必要なの、なんとかして。あ、おい見ろ、本当に何か飛んできたぞ。え、あれは瓶？どうやら効果があったみたいだな。俺もその技を覚えておくとしよう。お前もどうだ？結構よ、私には向いてないわ。瓶って言うとスメールの伝説にはおなじみのアイテムだよな。まさかこれが秘境の入り口なのか？瓶の中にある秘境か。リーユエならありそうだけどな。本当にそうなんだったら入る方法は一つしかないよな。ほら、手を出せよ。本当に秘境の中に入っちゃったぞ。こっちに道があるよ、クレイ行ってくる。おやおや、こりゃお兄ちゃんもお姉ちゃんも置いてかれちまうな。
ここに広い綺麗なお庭があるよ。不思議ね、あんなに小さな瓶だったのに。みんな、ここで少し休憩を取りがてら現状を分析してこれからどうするかを決めましょう。そういえば、魔瓶の物語を知ってるやつはいるか？あ、キング・デセレトと瓶にいるジンニーの話か。全部の単語が分かったわけじゃないけど、読んだことあるぞ。ガイアお兄ちゃん、それってどんな物語なの？昔ね、冒険隊が瓶の国で冒険するってお話をママから聞いたことがあるの。でもそれは魔瓶って名前じゃなくて。ああ、ゆっくりクレイに教えてあげてもいいぞ。だがクレイが一人でどんどん先に進んでしまったら半分しか聞けないかもしれないな。わかった。クレイもちゃんとみんなと一緒に歩くよ。クレイ、君もなんとなく違和感を覚えてるんでしょ？うん。ここは眺めがいいけど、やけに静かだ。それに、クレイのお母さんの友達だって人も出てこないし。砂漠のおばちゃんは奥に住んでるのかな？きっと、フィッシュロー姉ちゃんの夕夜浄土みたいに、お部屋がすっごく広いのかも。もしかして、今クレイたちがいる場所は、まだ一番端っこだったりして。仕方ない、とにかく奥へ進んでみよう。この先で会えるかもしれないしな。
この道はもう長いこと誰も通ってなかったみたいね。そうだな。奥に行けば行くほど思ってたよりもずっと広いのがわかるよ。あれ？この先に何か変なものがあるぞ。行ってみようぜ。おお、大きな水の球体だぞ。触るとどんな感じなの？ねえねえ、触ってもいい？これだけ大きければ中に入れそうだな。とりあえずは触らない方がいいと思うわ。この場所についてまだ詳しく分かってないんだから。でも何もしないでいたら何も起こりっこないじゃないか。ほう、これは瓶の魔境を維持するコアなのかもしれないな。ひとたび起動すればこの空間は元の瓶の大きさに戻り、閉じ込められた俺たちは。わかったわかった、触らない、触らなきゃいいんだろ。ガイアお兄ちゃん、その話本当なの？もちろん本当なんかじゃないさ、クレイ。秘境のコアはきっとすごく大事な場所に隠されているに違いない。例えば、あそことかな。体がすくんで、今の今まであの大きな丸いやつに気づかなかった。誰？そこにいるのは。丸い水の化け物だ！本当に化け物が出た！でも敵意はなさそうだな。それどころか私たちを見て喜んでるように見えないか。本当に？オイラをパクリ飲み込んだりしないか。お腹が空いてるわけじゃないみたい。そうだよね、しずくちゃん。やれやれ、しずくちゃんの言葉は難しいな。町の猫ちゃん。
モンド城を歩いているとたまに道端で猫と出会えるだろう。お前が歩けばそいつも歩き出す。好奇心に任せてずっとその後をついていけばたどり着く先は、その通りだ。後についていってみよう。何か面白いもんが見つかるかもな。石の壁も。この装置、さっき見た大きな水の球体とちょっと似てる。ここに連れてきたのは、私たちに何かしてほしいってことなのか？あれ？しずくちゃんのお友達、中に閉じ込められてるの？悲しまないで、しずくちゃん。クレイたちが絶対助けてあげるから。そうだぞ。でも、どうするんだ？まさか石の壁を壊せってことか？ううん、石の壁は壊せないんだって。扉を開く鍵はないか？しずくちゃんが消えた？でも代わりに装置が光り始めたわ。ほら、あそこの壁に何かが投影されてる。平面空間に同じ構造の図形がいくつか重なっている。さあ、あの子のお友達はその向こうにいるんだよ。でもどうしたら壁の模様に入れるっていうの？しずくちゃんと同じ方法を使うとか？抽象的だな。いや、クレイの言う通りだ。しずきちゃんが鍵として仕掛けを起動してくれたから、後に続く俺たちは装置に触れるだけで中に入れるはずだ。俺たちがこの秘境に入った時と同じさ。そうか。よし、それじゃあみんな心の準備をしろよ。
この道は箱に塞がれちゃってるな。あ、まさか外にあるこの箱の影のせいじゃないか？一旦出てきてくれよ。まで真っ平らだったのに、壁から出てきた途端まん丸になったな。ひひ、しずくちゃんの友達もやっぱりしずくちゃんだな。二人とも嬉しそうなところまで一緒なんだな。ありがとう。栄誉騎士のお姉ちゃんのおかげで助かったって。さっきは旅人もあの平面空間に入っていたわよね。気分はどう？確かになんともなさそうだな。ならよかったわ。やっぱりエウロアってなんやかんやで気にかけてくれるよな。それに比べてガイア、お前は提案した張本人のくせに。俺は旅人なら大丈夫だと確信していたからこそ提案したんだぜ。しずこちゃん、ここにはあなたとそのお友達以外に他にも住んでる人がいる？ほら、クレイやお兄ちゃん、お姉ちゃんたちみたいな人。ああ、また行っちゃったぞ。でも、いい知らせがありそうだな。よし、私たちもついて行ってみよう。この先には小さな町があるみたいだ。まさかこの秘境の中にはたくさん
さんの住民が住んでるのか。砂漠のおばちゃんも中にいる。難攻不落。はびこれ。逃げ道はあります。風よ、そこだ。イリアさん、おそらく今が最も危険な時です。躊躇する余地はありません。この数日状況は悪化する一方なのです。あなたも分かっているのでしょう。だとしても、ここの主であるあなたがこの状況に甘んじていていいのですか。私、別にここの主ってわけじゃ。あれ？なんか、一つは聞き覚えのある声だよな。もしこの後に秘境に入ってきた人が、ここの今にも崩れそうな様子を目にすれば、きっとここは放棄された場所なのだと誤解してしまいます。別の角度から考えてみましょう。もし秘境を完璧な状態に保てたら、ここに足を踏み入れた人々は素晴らしい景色を目にすることでしょう。砂漠の真ん中にいるはずなのに、美しくて不思議な風景を見ることができたと、きっと感動してくれるはずです。ふぅ、クーシさん、おっしゃる通りです。でも、ここまで来たら、思い切って苦境を突破しましょう。最も大事なのは、心残りと後悔を残さないことですよ。うわ、そりゃ進んで心残りなんて選ぶ人はいませんから。わかりました。できるだけ逃げないように頑張ります。でもここから巻き返すなら。ヒヒ、オイラはもうわかったぞ。栄誉騎士のお姉ちゃんが違うところで知り合ったいいお姉ちゃん？巫女さん？巫女と魔女ってどんな関係？あなた、どうしてここに？あれ？そっちは新しく入ってきた旅の人たちですか？こんにちは。ここはベルーリア・ミラージュで、私は神境の管理人のイディアです。こんなに荒れたところお見せしちゃってすみません。これからは全力で問題を解決していきますので、多分。皆さんこんにちは。私は
大丈夫、私がまとめて紹介してあげます。ん、まずは挨拶した方がいいかと思ったのですが、でもまあお願いしてしまいましょうか。こっちはあなたたちと同じくここを訪れた旅の人で立派な軍師なんです。あなたたち、稲妻の陰陽寮って聞いたことあります？陰陽？何なんだ？陰陽寮、それは厳しい陰陽術を訓練するための学校。学級を高、乙、丙、丁の4つのレベルに分けて、試験の得点によって式神の力を配分するんです。え、ちょっと待ってください。この方こそ学校史上まれに見る卒業試合で低学級を率いて高学級に打ち勝った伝説的な人物、人呼んで軍師。そうでしょ、軍師さん。あれ、軍師さん。ん？学校史上まれに見る低学級を率いて、低学級ってなんだ？さっき栄誉騎士のお姉ちゃんが言ってたのと違うね。巫女さんだって話は？これってパラされて修羅場ってやつ？それかもしかして外で偽名を使ってたら知り合いにばったり会っちゃったとか？ちょっと恥ずかしいような、でもすごいような。やっぱり肩書きっていうのは他の人から聞くのが一番かっこいいのかな。周りに溶け込むために私も自分に肩書きをつけた方がいいのか。うん、軍師というのはあくまで他の方からいただいた賛美に過ぎません。私は三五宮ここみと申します。あれれ、おっと、失礼しました軍師さん。三五宮さんって呼ぶべきだったかな。構いません、名前など所詮私の存在を言い表すための呼び方でしかありませんから、お好きなように呼んでいただければ。くれ、わかったよ、ママが聞かせてくれたお話と一緒だ。あのね、教えてあげる。物語には瓶の国に入って冒険する人がたくさんいたの。王様って呼ばれる人も騎士って呼ばれる人も。三五宮お姉ちゃんは物語の中で言うと、すべての難しい問題を解決してくれる、頭のいい人ってなんて言うんだっけ。知者かしら。ああ、軍師っていうのはまさにそういう人物だ。じゃあクレイも軍師って呼ぶよ。軍師のお姉ちゃん。もちろん構いませんよ、可愛い言い方ですね。むしろ
私のペンネームよりもずっと可愛いかもしれません。それで皆さんのことはどうお呼びすればいいでしょうか。もちろん忘れてなんかいませんよ。他の皆さんも並々ならぬお方の様子、ぜひ紹介していただけませんか。クレーも肩書きが欲しいな。そうだ、クレーは魔女がいい。ビュンビュン飛べるかな。ガイアお兄ちゃんは大盗賊で、英雄騎士のお姉ちゃんは騎士、それとパイモンちゃんは騎士の隣にいる妖精。盗賊か。子供の頃はよく海賊ごっこをしてたもんだが、それが今では陸の盗賊になったか。迫力がありそうで悪くない。待って、騎士の枠は埋まっちゃったの？エイウルアお姉ちゃんは全てを切り開く魔剣士だよ。キラキラした素敵なマントを持ってるの。まあそれならいいわ。これお姉ちゃんは治癒士かな。治癒士だって大事なポジションだと思う。ただ私にできるのかなって思って。私こっそり自分に当てはめた肩書きは冒険者とか音楽家だったから、治癒士に選ばれるなんてなんかディナリ師匠みたいかも。クレイを信じて。クレイお姉ちゃんはあんまりいっぱい喋らないけど、すっごく優しいんだよ。まるで物語に出てくる治癒士みたいに。君ならできるわ。少なくとも傷の手当ては得意だったでしょ。いや、一番得意なのはテント張りだって前にも言っただろ。でも全力で頑張るよ。今日は師匠の仕事を受け継ぐ最初の日だ。いいアイデアですね。もし新しい旅の人が入ってきたら、その人にも肩書きを与えましょう。それにそれぞれロールプレイングもしてもらって。イディアお姉ちゃんも。イディアお姉ちゃんは物語にはたくさんの人が出てくるけど、イディアお姉ちゃんみたいなキャラクターはいなかった。別に大丈夫ですよ。私はすでに管理人なわけですし。わかった。イディアお姉ちゃんは物語には出てこなかったマスコットだ。マスコット。クレー、別のにした方がいいかもしれないぞ。マスコット、つまり何もせずに全てのことを他人に任せられるお気楽なキャラクターってことですか。やば、見透かされたかも。
あっちは完全にサボれるかもって夢見てるな。マスコットは軍の士気を高められるとても重要な役ですよ、イディアさん。わかりました。引き受けます。はいはい、新しいお友達を連れてきてくれてありがとう。今はちょっと一人で遊んでてね。ありがとう、しずかちゃん。バイバイ。こいつのことをしずくちゃんって呼んでるんですか？確かにぴったりですね。さっきから話題がそれちまってるけど、イディアは確か何かに悩んでいた様子だったな。ベルーリア・ミラージュに何か問題でも起こったのか？あ、それはついこの間心境が破壊されてしまって、まるで天と地がひっくり返ったみたいな状況なんです。心境全体の運行を支えてたコアのパーツが一部なくなっちゃったせいで、周りのエリアにまで影響が及んじゃってて。今、心境の多くのものは止まってしまってます。この間、友達の娘さんと遊ぶって、そう約束したのに。結局今はこんなことになっちゃって。イディアお姉ちゃんが、ママのお友達の砂漠のおばちゃんだったのね。これ、不思議な招待状を持ってるんだよ。ほらほら、これ見て。待って、あなたは。すごく驚いているみたい。瞳孔が開ききっちゃって。それってダメだよな。ママがここに来るようにってクレイに言ったんだよ。ママは大魔女で、ママのお友達は砂漠に住んでるから、砂漠のおばちゃん、お姉ちゃんのことだよね。そうだったのですね。魔女の子は魔女というわけですか。心境のコアに隠れたい。そうだ、隠れよう。100年間隠れるんだ。イディアは完全に心をくじかれたみたいだ。まるで希望を失ったキノコみたいに。コレイって、そういうツッコミキャラだったの？大丈夫。クレイが手伝うよ。みんなも手伝うから大丈夫。悩みなんて、シュボボボーって飛んでっちゃうよ。他のことはともかく、こいつは直すのが大の得意なんだぞ。私はポンコツですけど、立派なみんながいてくれて本当に良かったです。
そんなこと言うなよ。お前だって十分すごいぞ。励ましてくれてありがとう。とりあえずみんなは一旦おしゃべりでもしながら休んでてください。私にも考える時間をください。例えばどう任務を分けるかとか。コレイはやっぱりまだちょっと緊張してるのか？俺たちのガイドなのに。え？うん。私はただ新しい役割になれようと思ってディナリ師匠の話し方をイメージトレーニングしてるんだ。他人を真似するなら口癖から始めるのが手っ取り早いらしいぜ。そうか。じゃあ、今すぐそのキノコを捨てて。それは食べられないやつだから。なるほどな。お前の師匠がどんなやつなのか一瞬で分かったぜ。なんだよそれ。ガイアさんの方こそ大盗賊だなんて全然いい人には聞こえないぞ。大盗賊の俺が敵のものを盗んだならこっち側にとってはいい人だろう。反論できない。軍師のお姉ちゃん、栄誉騎士のお姉ちゃんから聞いたんだけど、渡墨島ってところから来たんだよね。渡墨島ってどんなところ？名前に海が入ってるってことは、もしかしてお魚がたくさんいる？あ、軍師のお姉ちゃんの名前にも海って字が入ってるよね。もしかしてお姉ちゃんはお魚から人間になったの？あらあら、魔女さんをがっかりさせてしまいますね。でも私はただの普通の人間ですよ。渡墨島の物語は、そうですね、景色を見ながら話しましょうか。新教に来た人？結構前ですけど、教練院の妙論派だっていう金髪の建築デザイナーが来たかな。たくさんの建築を再設計してくれたんですよ。いつもブツブツ何かつぶやいてたけど、
仕事は早くて本当にいい人でした。それに私と同じで傷つきやすいタイプで、あ、今のは聞かなかったことに。うん、私はメンタル強いので。その次に来たのがモンドの貴族と軍師の産後の宮ココミさんです。でもそのお二人をちゃんとおもてなしする前に心境には妙な変化が起こったんです。そのモンド人が今どこにいるか知らない？確か心境に変化が起こった後、彼は北の方のエリアに向かいましたよ。心境に問題が起こったのは残念でした。はあ、もし全てが元通りになったらすぐ彼を見つけられるかもしれないんですけど。まあでもそんなに心配しなくても大丈夫ですよ。心境の中は危険じゃありませんしね。イディア、オイラたちもう喋り尽くしたぞ。はい、それじゃあみんなのマスコットイディアがここに起こったことを説明します。簡単に言うと、心境にあるすべてのものの運行はみんなが見たコアホイールに頼ってるんです。でも心境に大きな振動があった後、コアホイールからいくつかのパーツが外れてしまって、確か4つだったかな。そのせいで今は運行が止まってるんです。へえ、あのでかいのってもともとは動けたんだね。ええ、今のような生気のない姿じゃなかったんですよ。まあもともとはですけど。はあ、うまくメンテナンスできなくて本当にごめんなさい。気にするなって。つまり上の大きな丸いやつを直すには全てのパーツを見つけないといけないわけだな。はい、パーツの一つはこの近くに落ちてるはずで位置も分かってます。でも他のエリアに落ちたものはみんなに探してもらうしかなくて。うん、それじゃあこの管理人兼マスコットが冒険任務をそれぞれに託していきますよ。あの、無理して笑わなくてもいいんだからな。それじゃあ率直に言いますね。魔剣士のエウルアさんと治癒士のコレイさんは北のエリアを探索してきてくれませんか？分かったわ。ついでに人探しもできそうね。じゃあ私はエウルアをサポートするよ。今まではアンバーと一緒に行動することが多かっただろうけど、今回は私に任せてくれ。全力で頑張るから。ならよかったわ。人生の先輩のアンバーに負けちゃダメよ。大盗賊のガイアさんと魔女のクレイさんは番書を送り合わせの上西のエリアへ。番書？
都合をつけて行ってきてくれってことさ。いいぜ、安心して俺たちに任せてくれ。それから最後に、軍師の三五宮さんと騎士の旅人さんは、よかったら私と行動しませんか？一緒に最初のパーツを取り戻しましょう。はあ、本当に騎士の気迫たっぷりですね。さすが本業の方です。では軍師の謀略もお二人と共にやりますよ。それじゃあ何か手がかりを見つけたらここに戻ってきて集まるってことで。道中くれぐれも安全には気をつけて助け合ってくださいね。特に魔女さん。クレー、ちゃんとガイアお兄ちゃんの面倒を見る。ガイアお兄ちゃんもいい子にしてるぜ。よし、じゃあ解散しましょう。二人ともついてきてください。あの時確かホイールのすぐ後ろに転がってるのを見たはずなんですけど。見ていたのに取り戻さなかったのですか？その一つで心境全体を修復できるんだったら、そりゃあ喜んでやってましたよ。でも他の三つも探さないといけないと思うと、歩く気力さえなくなってきちゃって。なんだかその気持ちわかる気がするぞ。オイラたちも似たような経験いっぱいしてきたよな。盤石、裁きの雷槌。前へ。ココミはどうしてこっちに来てるんだよ。私ですか？渡墨島の仕事が一段落したんです。それでせっかくなので時間のある間に外出しようかと思い立ちまして。それでここに？ずいぶん遠いところまで来たな。
ここはスメールだぞ。より遠くへ行けば視野を広げる何かが見つかるような気がしたのです。その他の理由については、またゆっくりお話しできる機会を見つけた時にでも。ここみんなきっと不思議に思ってるでしょう。パーツはどこにあるんだろうって。あれれ、何にもないじゃんって。あのライトだろ、この前しずくちゃんが見せてくれたぜ。そうですか。それを紹介するのも私の役目だったんですけど、それも水系元霊に奪われちゃってたとは。イリアさん、落ち込まないでください。水系元霊は使い方を見せてくれることはできても、直接交流できるわけではありませんから。生き生きとした完璧な解説をしてくれるのはあなただけです。ココミって人を言葉で動かすのが得意だよな。もしかしてこれも仕事のスキルの一つなのか。まあいいや。じゃあみんな、もう一度頭の中を真っさらにして私の紹介を聞いてください。これは周流映写塔といいまして、心境にあるものは全部これによって作り出されてるんです。ものを周流映写塔に入れれば、その形とイメージに対応するものを作り出すことができる。はずだったんですけど、今は心境全体の運行が止まってて、基本機能しか動いてないんです。そこまで基本的なことしかってわけじゃないんですけど、ただ今は平面的なものしか映し出せなくて、これを先生図って呼んでます。まあ一種の青図とか設計図って思ってもらうといいです。つまり最初の部品はこの先生図の中に落ちてしまったということですか。
その通り。中に入るのはあなたたちに任せますね。私は外から応援のダンスを踊ってますんで。本当か？嘘です、ごめんなさい。実は運動音痴すぎてダンスすらうまく踊れないんです。どっかに座って待ってますから。いいっていいって、元気出せ。オイラたちに任せてくれ。ないみたいですね。そうそう、あれです。あれを取り出せばいいんです。あれはなんだ？歯車か？あの大きな丸いやつらが出てきたものとは思えないけど。ちょっと説明しにくいんですけど、それは確かに外れちゃったパーツの一つですよ。他にもまだ3つあります。千里の道も一歩からと言います。いい始まりさえあれば、あとはうまくいくことでしょう。本当に？そうですよね。だって音陽寮の卒業試合で高学級に勝つほどの伝説的な軍師が言うんですもんね。そのことにはもう触れないでください。何はともあれ、みんな手伝ってくれてありがとうございます。とにかく試しにコアホイールを修復してみますので、お二人は町に戻ってください。はぁ、私はトロすぎてあんまり役に立たないので、せめて修理のことだけは任せてくださいよ。いえ、ただ少し戸惑っているだけです。そういえばこの間しずくちゃんにライトの使い方を見せてもらったとおっしゃっていましたよね。もう少し詳しく説明してくれませんか？少し気になってしまって。もちろんいいぞ。
なるほど。あ、見てみろ、大きな丸いやつが回り出した。うえ、なんでちょっと動いただけで止まっちゃうんだよ。回転速度も変でしたね。事故が起こる前はもっと早く回っていました。あれが動くところ見たことがあったんだな。皆さんより一足早くついていたので。でも中に入ってすぐに事故が起こりました。天と地がひっくり返ったという言葉がぴったりでしたね。もう二度と体験したくありませんが。はあ、やっぱりダメか。一つのパーツだけじゃやっぱり起動しませんね。動いた時は嬉しくって、もしかしたら他のパーツがなくてもコアホイールを動かせるんじゃないかって一瞬思ったんですけどね。棚から費用持ちに期待してばかりではいけませんよ、イディアさん。着実に目標を達成していきましょう。栄誉騎士のお姉ちゃん、軍師のお姉ちゃん、それにマスコットちゃん、みんなもう帰ってきてたんだね。クリーたちが一番乗りかと思ったのに。よう、収穫はどうだった？こんなに頼もしい騎士はあのセピロス騎士団から探したってそうそう見つからないだろうな。大盗賊さんと魔女さん、そっちは何か見つかった？うん、すっごい大発見。クリーがガイアお兄ちゃんと行ってきた場所ではね、何かに目隠しされたみたいに何も見えなかった。それにそれ以上先に進めなかった。でもついさっき急に大きな谷が出てきて、それでクリーたちはすぐに戻ってきたんだよ。ついさっき？栄誉騎士のお姉ちゃん、一緒にあっちに行ってみようよ。クレーと谷の大冒険にレッツゴー。私はパスしますよ。運行回復は本当に大変で、すみませんけど、もうちょっと休ませてください。
軍師のお姉ちゃん一緒に来て。クレイのお城でアイディアを出してくれるだけでいいよ。クレイがちゃんと守ってあげるから。それは心強いですね。魔女さんに知恵を捧げられるなんて光栄です。ひひひ、じゃあ出発。ここだよ。すっごく大きな谷だけど、最初はなかったの。ああ、それから峡谷が現れるちょっと前、何かの回転するような音が聞こえていた。うん、ゴロゴロ、ゴロゴロって。もしかして巨大なホイールの？それが回転して峡谷を引きずり出したということなのでしょうか。おいお前ら、見ない顔だな。リディア以外のやつがいた。何、あいつともう会ったのか。ここは全くごちゃごちゃだ。で、リディアのやつは。すみませんが、あなたは？おっと、自己紹介がまだだったか。俺はフェルディナンドだ。このエリアは俺と兄弟たちが管理してる。でも神教全体の、天と地がひっくり返った後、車両やレールなんかの設備を今まで通りの方法で作れなくなった。イディアさんは神教の修復を試みています。私たちは彼女のところから来たのです。本当か。どっかの隅っこに隠れて現実逃避でもしてるんじゃないかと思ってたぜ。来た道にあったステーションを点検してみたが、結局運行は全部止まってたしな。運行が止まっている？詳しくお聞かせ願えませんか？でも、お前らはただ
思わぬ事故でここに来た旅人たちだろ。違うよ、クレイはイディアお姉ちゃんを手伝うって約束した魔女だもん。魔女？それがですね、なるほど、わかった。こうなったら手伝ってくれるやつは多ければ多いほど助かる。とにかくまずはここの乗り物を再現しないと。ほう、何かこだわりがあるのか。このエリアの道はかなり曲がりくねってるから、何か乗り物に乗ってレールに沿って移動するしかない。具体的にはこれを使って作るんだが、イディアから聞いてなかったか。ああ、とにかく今は車両を作る材料をその中に入れないと。よくわからないけど、とにかく乗り物の形をした何かがあればいいんだよね。そう理解してもらって構わない。だがその構造はここのレールに合ったものでないといけない。私はそうですね、みこしの形を思いつきましたが、今は材料にできそうなものがないですね。旅人は何か思いつかないか。確かに材料は探しやすそうだけどな。だが木製の荷車は安定性が足りないし、レールを走るには危ないぞ。ほう、本当か。みんな、クレイが作ったものを見てくれ。じゃじゃーん、クレイの乗り物完成。本当だ、クレイはすごいな。これは全てのニーズを完璧に満たしている。しかもイディアが作ったやつよりはるかに可愛いぞ。クレイは試してみただけだったんだけど、バーンっていきなり出来上がっちゃった。クレイ、ちょっと聞きたいんだけど、その乗り物ってどんな素材で作られてるんだ。ボンボン爆弾だよ。やっぱりそうだと思ったぞ。お、どうした。問題なければ下準備を進めていきたいんだが。でもこの乗り物の素材って、爆弾とか言ってたろ。全部聞こえてたが心配はいらない。実際にできた車両が材料と関連しているのは形だけなんだ。詳しく説明すると、ならいいんだ、理論的な部分はスキップしようぜ。ただ星落としの湖の鈴木の運命をたどるかもって想像しちゃっただけだ。うん、クレイの乗り物いつ出発できる。ちょっと待ってくれよ、ここからは水系原霊の力を借りないと。よし、
みんなもう乗っていいぞ。この先のレールが壊れてる。ここでしばらく休むしかないな。やっぱりここはもう先生図の状態になってる。これはどうすればいいのでしょう。心境の中で物が存在するにはまずは先生図がないといけない。それを周流映写塔で照らして初めて正しい形が出来上がるんだ。しかしここではレールとなってくれるはずの水系原霊が図の中に閉じ込められてしまっている。要するにまずは先生図から水系原霊を救い出さないといけないってことだろう。でもここのライトは大きな泡に封印されちゃってるみたいだ。これは水系原霊による大切な保護手段だ。もし周流映写塔まで壊されたら本当に大変なことになってしまうからな。あ、わかったぞ。ここはしずくちゃんの出番だな。どうやらこの名前を気に入ってくれてるみたいだ。次はオイラたちに任せろ。もうこれにかけては熟練だぜ。水系原霊はあの箱に閉じ込められてしまっていたのか。しずくちゃんは二人とも助けたよ。うわ、
ああ、引き続き進むとしよう。そろそろ全部修復できているな。よし、次はレールの中枢部に行ってみるとしよう。すぐそこだ。
でも心境の真ん中のあれと比べたらそれほど大きくない感じがしてきた。これってとっても大事な装置なんだよね。クレ、ガイアお兄ちゃんのお話覚えてるよ。似た話から他のことを推測できるなんて、クレは本当に賢いな。そうですね。こちらはおそらく回転軸を利用して軌道を切り替えるための装置でしょう。そうだ。本来ならこの装置に触れさえすれば中枢部が回ってくれるはずなんだが。ふん。どうやらジェローニのやつまだ修理できてなかったらしいな。まったく、口だけは立派なやつだ。そのジェローニさんという方がフェルディナンドさんの兄弟のうちのお一人なのですね。そうなんだ。俺はステーションのレールから直していくべきじゃないかって言ったんだが、あいつが固くなに中枢部から修理すべきっていうもんだから。まったく、ここにあるのはステーションと中枢部の2つだけなんだから、どこから修理したって同じだろうがよ。俺が無学だからって舐めやがって。
毎回俺と真逆の意見を主張するんだよな、あいつは。今回は俺が先にレールの修理をしたわけだから、これで奴も文句を言えないだろう。ほう、俺の目にはフェルディナンドさんは賢い人間に見えるんだがな。おお、やっぱりお前は人を見る目があるな。じゃあついでに中枢部へ行ってあいつの状況を確認しに行こうじゃないか。あいつのことだ、きっと死ぬほど悩んでる最中に違いないぜ。しただけでムカついてきた。砂嵐の中にいた時も同じで、俺が東に行くって言ったらあいつは西に行くって言い出しやがった。砂嵐？その後どうなったんだ？その後俺たちは己の選んだ方向に行ったんだ。だが結局お互い砂まみれになっちまってさ、心境に招き入れられてなんとか一命を取り留めたよ。中枢部をもう一度起動することさえできたら全てがうまくいっていただろうに。おっと、そこで頭を抱えてるのはどこのドイツだ？どうだ、進展はあったか？言ったはずだろ、ちびっ子たちにはまず中枢部を修理してもらって、そしたら車両を作って中枢部からって。君どうしてここに？ここまで登ってくるのは僕も一苦労だったのに。答えはお前の目の前にあると思うが。ふーん、そういうことか。さてはこちらの旅の人たちに助けてもらったんだな。君は自分一人で一体何ができるって言うんだ？毎回毎回他人任せのくせに、よくそれを自分の手柄だと思い込めるよな。それを言うならお前の方こそ、ここで長いことこそこそ独り言を言ってたようだが、何か進展はあったのか？こいつら出会って早々喧嘩かよ。兄弟なんじゃなかったのか？兄弟というのは誰のこと？まさか彼のことじゃないよね？ジェローニ、お前いい加減に。まあいい、君と喧嘩してる暇なんかないんだ。そんな時間があったらまずは中枢部の修理だ。フェルディナンドさんもどうか落ち着いてください。要件を終えてから話す時間はたくさんあります。わかったよ。お見苦しいところを見せてしまった。僕はジェローニ、このエリアのメンテナンスを担当する者のうちの一人だ。レールの修理は君たちのおかげだったんだね。本当にありがとう。ジェローニさん、
気を使わないでください。私たちはイディアさんに頼まれて神教の修復に来たのです。なるほど、フェルディナンドと君たちが乗り物をここまで持ってきてくれたからには、次は水系元霊の力に頼る番だね。また水系元霊か。なんかあいつらってすごく重要みたいだな。もちろん、この中枢部だけでなく、ここの全てはあの子たちのおかげで安定的に作動しているんだ。よし、これでレールの大半と中枢部は直せたってことだな。誰のおかげだと思ってるんだ。もちろん旅の人たちのおかげに決まってる。その質問の仕方、まさか君のおかげだなんて思ってないよな。お前、いずれにしてもお前のおかげじゃないんだからな。毎回あれこれ分析してペラペラと喋る割に何にもできやしないんだ。いやいや、君ほどでもないよ。いつも考えるより先に衝動で数々の過ちを犯してしまう君にはかなわないさ。僕とハットがいなかったら誰が毎回尻拭いをしてくれるんだろうね。ハットといえば、あいつはどこだ？君と一緒じゃなかったのか？朝早く出かけたからお前と一緒にいるんだと思ってたが。君ってやつは出かける前に確認することすらできないのか。何なんだよ、お前だってあいつに気づいてなかったくせに何を偉そうに。クレイ、これ、わかんないよ。誰も悪いことしていないのに、どうして喧嘩するの？俺はただ、そいつのその知ったかぶりが気に入らないだけだ。知ったかぶりだって？毎回皮肉ばかり言っているのは誰だ？二人ともそこら辺にしといてくれないか。どうしても自分の口をコントロールできないっていうなら場所を変えることをおすすめするぜ。それとも頭を冷やすのに俺の助けが必要か。さあついてきてくれ。俺から少々アドバイスがある。クレイさんの質問についてですが、この世には理屈で説明できない複雑な状況がたくさん存在するのです。私はあくまで通りすがりの旅の者に過ぎませんので、お二人の紛争を軽率に評価するつもりはないのですが、その上で個人的な経験からお話ししますと、親族関係の関わる対立というのはより複雑なものになってしまう傾向があります。あ、そういえばココミもこういうの苦手だったよな。でもクレイはやっぱり違うと思うの。クレイ、なんて言えばいいかわからない。すまなかったね。冷静になったよ。子供の前で喧嘩なんかするんじゃなかった。悪かったな、クレイの嬢ちゃん。
さて、話を戻そう。ハッドさんを探すってことだったな。うん、僕たちの推測だけど、あいつはおそらく激流ツイスターのあたりにいるはずだと思う。先ほど僕たちがいた中枢部から出発して、乗り物をまた別の場所に行かせる必要があるんだ。悪いが、もう一度俺たちを手伝っちゃくれないか。それはもちろん。兄弟のくせに、なんでこんなことになってるんだよ。兄弟っていうのは、もっと親しい関係のはずだろ。このレールの突き当たりにハットがいるはず。
しまっておこう。いやあ、遠くから乗り物が近づいてくるのを見て、まさかあんたたちがレールとステーションを全部直したのかと思ったよ。レールにステーション、それに車両が揃ったわけだし、これで俺がデザインした激流ツイスターも再起動できるはずだね。ったく、自分の体の状態もわからないのか。家で安静にしてろって言ったはずだろ。今回はまあ状況が状況だしさ。状況が状況とはいえ、やる前にもっと考えろって言ってんだ。僕も同意見だ。どんな問題があっても僕とフェルディナンドにかかればなんてことない。僕とフェルディナンドってよく言うよ。あんたら二人が喧嘩しないってだけで俺は奇跡だと思ってるのに。おい、俺らが喧嘩したってそれはあくまで俺らの問題だろうが。余計な真似して面倒を増やすなって言ってんだ。俺が面倒だなんて。フェルディナンドお兄ちゃん。あ、まあ、お兄ちゃんたちは喧嘩してるわけじゃないぞ。これはその客観的に事実を述べてるっていうか。でもフェルディナンドお兄ちゃんとジェローニお兄ちゃんはハットお兄ちゃんのことを心配してるんでしょ。どうしてちゃんと話さないの。ガイアお兄ちゃんもね、クレイを心配することがあるんだよ。でもガイアお兄ちゃんはクレイのことを責めたりしないの。そうだな、俺たちの関係はお前たちよりずっといいぞ。状況が少し違うんだ。どこが違うの。前にも似たようなことがあったんだ。厳しく言わないとハットのやつは注意しちゃくれない。そうなったら危険な目に遭うのは時間の問題だ。兄弟として俺たちはあいつを助けてやらないと。でもお兄ちゃんたち本当に助けてるのかな。クレイはお兄ちゃんたちみたいにたくさんのことを知ってるわけじゃないよ。でもね、ママが言ってたの。人を助けるっていうのは、助ける側が自分で嬉しくなるんじゃなくて、助けられる側が嬉しくなるってことだよ。ハトお兄ちゃんはどう見ても嬉しくなさそうだもん。どうしてハトお兄ちゃんの欲しいものを聞いてあげないの。クレイさんの言う通りだと思います。お三方ははっきりと自分の本当の気持ちを伝えた方がよろしいかと。大切な人を相手にする場合はなおさらですよ。その俺らはずっとお前のことを心配してたんだ。ハト、砂嵐の時はお前がいきなり気を失ったもんで、俺とジェローニは言い争いを始めちまった。それで結局3人一緒にこの心境に落ちちまったんだ。
あの時みたいなことがまた起こるんじゃないかって心配だった。次にお前が気を失った時に、もし誰もそばにいてやれなかったらって思うだけで。分かってたさ。でも心境の環境は砂漠のと違うだろ。ここは安全だ。もし俺がトラブルを真っ先に解決できたら、あんたらも喧嘩せずに済むんじゃないかって思ったんだ。俺が断るごとに休まないといけない体じゃなかったら、最初からあんたらの足を引っ張らずに済んだのに。いや、僕たちが選んだことなんだから負い目を感じる必要なんてない。冒険が好きなのは僕たち3人ともだろ。足を引っ張るなんて考えるな。それにそのためにこのエリアの計画を立てたんじゃないか。僕がアイデアを出して、フェルディナンドが体力仕事をして、みんなで見取り図を書き、レールを作る。安全な上、特別な景色だっていっぱい見れる。そうだね、当初はこんなことも言ってたんだ。なんだよ、お前ら仲良しなんじゃないか。偉いぞ。よしてくれ。今そんな風に言われたら、まるで俺がそう褒められたくて言ったみたいじゃないか。ビュンビュン爆速車、面白かったよ、フェルディナンドお兄ちゃん。本当か。ものすごく速い乗り物をレールに沿って走らせるってアイデアは僕が考えたんだよ。どうやって考えたの？チローニお兄ちゃんすごい。クレ、もっと面白い爆速車に乗りたくないか？乗りたい。こいつらいきなりクレイのご機嫌取りに夢中になり始めたぞ。クレイ本人にはまだわからないだろうが、子供特有の純粋さっていうのはもともと強い感染力と癒しの力を秘めているもんさ。ねえ、そっちのみんなも一緒に来てよ。乗り物の中の水系原理に手伝ってもらう必要があるんだ。よし、これで激流ツイスターを起動できるはずさ。さあ、このレールの最初のステーションに行こう。
ハットと一緒にチェックしておいたからちゃんと安全だぞ。みんな出発の準備だ。ちょっと待ってくれ。別れる前に一つみんなに送りたいものがある。これは山登り用の縄だ。僕たちはかつてこいつを頼りにいろんな山を登ってたくさんの場所を旅してきたんだ。あれ？じゃあすごく大切な思い出の品なんじゃないか？こんなのオイラたちがもらって本当にいいのかよ。もちろんさ、どうか受け取ってくれ。クレイとみんなのおかげで僕たちは気づくことができた。僕たちは縄なんかよりもずっと大切な見えない絆で結ばれてるってことに。あれよりもずっとだ。わー、大きくて嬉しい。そうだクレイ、神境の外でこういうビュンビュン爆速車を見たことあるかな？見たことないよ。今日初めて乗ったな。そうかそうか、それも仕方ないことだ。なんせ外には終流映写塔がないからね。せっかくの機会だし、この数日は思いっきりビュンビュン爆速車で遊ぼうか、クレイ。うん、約束だよ。本当に感謝してるよ。3人とも心を打ち明けるようになってから本当にだいぶいい感じなんだ。どうやら一部の事情が複雑なんて話じゃなく、僕たち自身に問題があっただけみたいだ。時間があったら爆速車で遊びに来てくれ。みんなが気に入ってくれると嬉しいんだが。こういうレールを世界中に敷くことができたら外出ももっと便利になるはずなんだけどね。
の収穫だね。すっごく面白かった。クレイはもう本物の魔女だよ。空をビュンビュン飛べるんだもん。なんか違うような気が。そうだ、だって飛べるやつが魔女って言うなら、ガイアのやつも爆速車に乗って飛んでたけど、あいつは何なんだよ。ガイアお兄ちゃんは大盗賊だよ。パイモンちゃん忘れたの？そうだったな、忘れてたぜ。ちょっと失礼するぜ。魔女のお嬢ちゃん、大盗賊からの報告だ。俺らの任務のことは覚えてるか？あ、遊ぶのに夢中すぎて忘れちゃってた。そう、イディアのためにパーツを探すんだったな。だがそれについては心配ご無用だ。すでに手に入ったからな。クレイたちの気づかないうちに大盗賊が盗んできたの？俺はそれほど頑張ってないぜ。実は俺たちが探してるパーツっていうのは、まさにあの山登り用の縄だったんだ。これほどの偶然が存在するとはな。早速これをイディアに渡しに行こう。え、でもクレイはまだ。わかった。まだまだ遊び足りないけど、やっぱりイディアお姉ちゃんの方が大事だから。魔女さんはとてもいい子なのですね。夜になればきっと水の中の星と空の魚が踊りを踊ってくれますよ。ここみのやつ、意識を保つのがやっとなんじゃないか。表情もガッチガチに固まってるし、喋る時なんて唇まで震えてる。やっぱりここはひとまず休んだ方がいいぞ。あら、バレていましたか？大丈夫なふりができていると思っていたのですが。心配いりません。頭の回転はいつも通りですから、何ら影響はありません。今すぐ出発しましょう。軍師お姉ちゃん、クレイとお手手をつないで歩こう。クレイが元気を分けてあげる。手をつないだら、目の前に飛んでいた星と魚が全部消えました。あれは爆速車に振り回されたせいで生まれた幻覚だったのですね。あらあら。なんだ、何こそこそ笑ってるんだよ。え、いえ、笑ってなんかいませんよ。
何かいい知らせはありますか？例えば、君はもう気にしなくていい、私たちが全部片付けたとか。ビュンビュン爆速車にも乗ったんだよ。イディアお姉ちゃんも一緒にどう？うん、でも明日でもいいかな。クレイ少し疲れちゃった。まだお子様だから、さっきあれだけはしゃいだせいで遊び疲れが一気に来たんだろうな。そろそろお休みの時間だぜ。そうだったのですね。疲れているのなら早めに休んでください。クレイさん、エネルギーを分けてくれてありがとうございました。じゃ、先に失礼するぜ。英雄騎士のお姉ちゃん、バイバイ。みんなもバイバイ。よかったよかった。魔女さんが思う存分楽しんでくれたみたいで、彼女が喜んでくれて何よりです。そういえば、パーツは？パーツはどこです？ガイアのやつが言ってたんだけど、この山登り用の縄がパーツだってさ。あ、私思い出しました。これって峡谷にいるあの三人のものですよね。二人の兄が病弱の弟を連れてあちこち冒険してたら砂嵐に遭っちゃって、助けられて神境に入れられたみたいです。神境に入ってきてすぐ最初は言い争ってたんですけど、喧嘩してると思いきや今度は抱きしめ合いながらワンワン泣いちゃって。本当に元気いっぱいの人たちですよね。毎日にぎやかで心配ではありますけど、うらやましいです。その話し方、まるで旧友を懐かしむようですね。ええ、何せ知り合ってから随分経ちますからね。私はめったに彼らのところに行きませんけど。縄はひとまず旅人のところに預けましょうか。単独のパーツだけじゃまだ役に立ちませんしね。それにエウルアさんとコレイさんも戻ってきました。そっちの進捗が芳しくないみたいで。あなたたちが休んだら一緒に北の密林に行きたいそうですよ。さて、これで伝言も済んだし、私もそろそろ休みに。いえ、残りの2つのエリアの状況を確認しに行きますね。一緒に行きましょうか、イディアさん。いえいえ、大丈夫です。今日はみんな疲れてるんですから、ちゃんと休んで休んで。Thank you.
Thank you.